下の子、角も石持ち始めてんじゃん。あ、笑った。ほんといつも腰たんがペース持っていかれるのが、面白いよね。あと今回も恥ずかしがる腰たんが見れてよかった。喫茶店の話は、よくある自信あるのに通じないパターンだったけど、面白かったね。来週も楽しみです。以上、鹿の子のお話でした。